おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は4月15日月曜日です。先週の金曜日にもお伝えしましたけれども、1983年の今日、千葉県浦安市に東京ディズニーランドが開園して、今日は、東京ディズニーリゾートとして30周年を迎えるという日なんですよね。まあ私も子供の頃は家族で車で遊びに行って、で高校生の時には弓道部で遊びに行ったりとかもして、電車でね。で、まあ、大学生社会人になってからは電車と車半々くらいで、今は都内に住んでいるので、まあ、普通に電車とかで気軽に遊びに行けるようになりました。お泊まりディズニーっていうのは私は未だにしたことがないんですけれども、2日間とかね、1日半とか、しっかり現実を忘れてまるまる楽しめそうなのはいいですよね。まあこの30周年というのを記念して、いろんなハピネスがね、ザ・ハピネスイヤーと題して仕掛けられてるようなんですけれども、ハピネスカムというカメラアプリがあるみたいなんですね。これ東京ディズニーリゾートの30周年公式のカメラアプリなんですけど、どういうのなんでしょうね。後でちょっとダウンロードしてみようと思いますが、そんな南花の今日は何の日、4月15日、今日も世界でさまざまな記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。さあ4月15日、今日は一体どんな記念日があるんでしょうか。まずはヘリコプターの日。全日本航空事業連合会が1986年に制定しました。ヘリコプターの原理を考え出したレオナルド・ダ・ヴィンチの1452年の誕生日ということで、ヘリコプターの重要性を PR し、第二の空の足として認識してもらうことを目的としているってことでね、なかなか私たちが普通にこう電車とか飛行機とかみたいに乗れる乗り物ではないかなとは思うんですが、ドクターヘリとか、どっかこう急に駆けつけることができる重要な足としてね、ヘリコプター頑張ってほしいですね。そして象供養の日というのもあります。これは象牙を扱う業界の団体、東京象牙美術工芸協同組合が制定しました。1926年の今日、初めて象の供養が行われたってことで、ハンコね、これは亡くなった象の牙から作られていますけれども、やっぱりこう敬う気持ちって大事ですね。そして遺言の日というのも今日だそうです。近畿弁護士会連合会が制定しました。2007年からは日本弁護士連合会が主催して全国で行われるようになって、良い遺言で良い遺言っていう語呂合わせなんだそうですが、11月15日は良い遺言の日ということで、こちらはりそな銀行が制定した遺言の日ってことですね。それから、京和装小物の日ということで、京都半襟風呂敷和装卸協同組合が制定しました。1月15日が、同協会が制定する半襟の日で、4月は桜の柄などを取り入れた京和装小物の新作発表が行われることから、今日はそんな日だそうです。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、日本初のターミナルデパートが開業した日。今では日本どこに行ってもターミナルデパートってね、たくさん見られますけれども、これ始まりは阪急なんですね。1920年に日本で初めてのターミナルデパートを設ける計画を、阪急東方グループの創業者小林一三という、人が、計画を進めたんだそうです。路線の起点となる梅田駅にまず、ビルを建設し、1階に東京から白木屋という、大きな百貨店を誘致して開店、2階に阪急直営の食堂を入れました。で、この白木屋の店舗っていうのを売上歩合制の家賃として、売上実績のデータを入手し、そのデータから梅田駅の、ターミナルデパートの可能性というのを固く信じて、そうなんですね。で、次いで阪急マーケットと称した日用品販売店を2階と3階に入れて、1929年の4月15日に
鉄道会社直営の電鉄系百貨店として阪急百貨店を開業させ、直営でのターミナルデパートの第一歩を生み出したということなんですね。まあ、当時は鉄道会社が直営で百貨店を経営するなどといった事例は海外にもなくて、その前途に疑問を持つ者も少なくなかったそうなんですが、小林一三は素人だからこそ玄人では気づかない商機がわかるとか、便利な場所ならのれんがなくとも、乗客は集まるはずだと言って事業を推し進め、世界恐慌の最中多くの客を集めることに成功したということなんですね。そうか、1929年は世界恐慌ですもんね。ということで、4月15日、今日は日本初のターミナルデパート阪急百貨店開店というのをご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか？阪急も東京ディズニーリゾートも駅から近いから電車で行きやすくて便利ですよね。阪急はそんなことないと思うんですが、東京ディズニーリゾートの舞浜駅、これは京葉線と武蔵野線の最寄り駅で、風が強いとダイヤが乱れがちなんですよね。ここだけどうにかならないかなと思ったりしますが、それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。